では社長、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これは僕も聞きたいんですけど、はい、人間っていろんな人がいるじゃないですか。はい、で僕ももう経験上、うわこんな人だったのみたいな、はい、こんなことするのみたいな人に数名会ってきたんですけども、うん、その注意すべき人物の見分け方ってありますか？うんうん、マスさんがどんな人にどんな思いをされたかは分かりませんけども、はい、私からの質問です。はい、その人は今刑務所とか行ってますか？行ってないです。家族はいますか？います、うん、家族がいるっていうことはその人は特別悪い人じゃないと思う。そうなんですね。うん、ただマスさんがそういう思いしただけであって、世の中の人に全部そんな思いをさせてたら多分結婚もできないだろうし、ああそうですね、就職もできないだろうし、はい、ということはどこかでそんなことをしてるだけであって、はい、全体が悪いわけじゃないと私は思います。はい、で私も過去にそんなことが経験してます。こいつなって思うこともあって、はい、私よくその人を観察すると他の人にしてるわけじゃないんですよ、うん、みんなにやってるわけじゃないんです、うん、たまたま私のところにそういった現象が出ただけであって、はい、ということはひょっとして俺に原因があるのかなっていうふうに思う。でその人はね、会う人に全員嫌なことをしてる人であれば、はい、こいつはとんでもねえやつだなと思うけども、家族がいい、で結婚をし、職場があり、40年、50年生きてきて、人並みに生活をしてるってことであれば、特別なんか悪いわけでもないよなと、そう思った方が正解かもしれません。じゃあ、自分の行いがそれを導いてしまったと考えるべきってことですね。導いてっていうよりもその人と考え方が合わなかった、うん、合わないからそこに相が生じてくるわけじゃないですか。はい、うん、だから自分がその人と合わせることができなかった、その人も合わせることができなかった、結果として何か恨みつらみになってしまったというだけであって、はい、両方とも同じことを思っていると思います。はい、でもちょっと反論させていただきたいんですけど、世の中にはそのサイコパスとかいう人たちがいるっていうじゃないですか。はいはいはい、その方と例えば僕がそのコミュニケーションの取り間違いでこうおかしくなっていくっていうケースはあると思うんですけども、うん、社長の中で世の中にこう人の痛みを感じないような人間とか、そういうのはいる、いないとしたらどっちの定義なんですか？最終的にはいない人はいないと、みんな感じると思う。人の痛みを感じるんですね。じゃあ世の中で言われるサイコパスみたいな人はそんなにはいないという、そんなにはこう日常を巡り会えるもんじゃないと思いますね。そうなんですね。もう一生の間に会えるか会えないかぐらいじゃないですか。ぐらい確率としては低いと思います。低いと思います。じゃあもうコミュニケーションとか自分と合わないとかでトラブルになっていくっていう、ね、全部そうですね。ただそういった人はその綺麗事で言ってるんじゃなくてそんなにいないんだろうなと。しかしそれに似たような人はたくさんいると思います。近い人、近い人でちょっとやばいと思うんですよ、そういう人たちって、うんうん、そういった人いますね。例えば世の中詐欺師もいるわけですね、うんうん、だって詐欺師っていうのは詐欺師が悪いんじゃないんですから。また新しい見方が出てきましたね。私は全然詐欺師が悪いと思ってます。ほう、どういうふうに見られてるんですか？だって詐欺師っていうのは詐欺される側が悪いと思ってます。詐欺される側が悪い、だって詐欺師がね、はい、マッサンの命を頂戴って言ったら嫌って言うでしょ。もちろんいます。詐欺されて殺されたっていう人はいないでしょ。まあ、命は取られないってことですか？いや、命を頂戴って言ったら嫌、はい、って言うじゃないですか。嫌って言いますね。そうでしょ、はい、美味しい饅頭やるからあそこに行かんって言うと行くじゃないですか、はい、行くからあそこで殺されるじゃないですか、はい、ほんで饅頭くれていい人だと思ったら行ったら殺されたと、はい、詐欺にあったと、はい、それは自分が饅頭欲しかったからだけでしょ。私が詐欺師のテクニックっていうのをね、一つ、まあ、いっぱいあるんですけども、一つお話ししますけども、はい、私がマッサンに、ちょっと10万円貸してって言ったとしましょう。はい、まあ、今の信頼関係で10万貸してくれるような信頼関係があったとしましょう。はい、で、10万円借りました。はい、ありがとうね。で、いつ返してくれるの？1週間後に返すね。そして、真面目に1週間後に返します。その間は不安でしょ。1週間の間は不安なんです、人間っていうのは。そうですね。うん、1週間送ってたけど、本当に返してくれるかなって、信頼しながらもどっかでは思ってます。そうですね。うん。そして1週間経った時に、ありがとうねって返すと、あ、やっぱりこの人は私の信頼してた通りだったと思うんです。うん。ね、そうでしょ。うん、
なんとなく分かってきましたで、はい、しばらくしていやマスさんちょっとまたお金がいるんだけど5万円貸してくれんって言うんです、はい、そしたら 100% 5万円貸しますから。そうですね、うん、1週間経ったら返すから分かった。まあちょっとは不安もあるかもしれないけども、まあ、10万円貸したのに確実に返してくれたから5万円ぐらいは間違いなし返すなっていう安心感のもとに貸すんです。はい、1週間経ったら返すね。それをあくる日にいや1週間つったけどマスさんねお金が集金ができたからあ5万円返すよって言ったらどうしますか。うわあこの人はまともな人だって思うでしょ。思いますね。普通は思うでしょ、はい、あこの人はもう本当まともな人なんだなって思うでしょ、はい、で それからしばらくしてマスさんね実はこうでねどうしても100万円いることがあるんだよ、はい、貸してくれんかねって言った時にどうしようかなって悩むと思います、はい、それでもこの人はお金ができればすぐ持ってくる人だと10日間と言ったけども間違いないだろうなと思って貸すんです、はい、そしてそのままどっかにとんずらしちゃうんです。そうするとどんなことを言うかというとあの人が詐欺するとは思えないとちゃんと返す人なんだよと、ね、決まった日よりも早く持ってくる絶対間違いないと思ったのになんであの人が詐欺したんだろうっていう。だからみんな大きな詐欺に引っかかるとあの人は詐欺をするような人じゃなかったって言うんです、うん、でもそれはもう仕掛けってことですかね。そういうふうに人を騙すときには、はい、いきなりは騙せないんですね、うん、必ず順序よく騙していかないと騙せない、うん、よくあの投資詐欺がよくありますね。そうです。投資したらその月はちゃんとお金が何ヶ月か入ってくるけどまた追加で投資したら終わりみたいな。だから騙される人は騙される方が悪いんです。騙されないようにするためにはどうしたらいいんですか。欲を出さないことです。おお、一言で返ってきましたね。自分で稼ぐって。だから小欲と大欲ってあるんですけども、はい、人間みんな欲はあります。私も欲はあります、はい、で私は大欲はないんです、はい、大きな欲は大きな欲があるとですねじゃあここに投資すれば儲かるんじゃないかってやっちゃうんですよ、うん、100万円投資して3000万円儲かるとかね、はい、大きな欲があるからやるわけであって、はい、自分が持ってる小さな欲だけで動いてる人は絶対に騙されることはないです、うん、マスさんがねじゃあ1000万投資したらね5000万円儲かる商売がありますよって言ったらどうぞご自分でってわし言いません。5000万円は自分で稼ぎますからって言います。だから騙されることはない、うん、社長は騙されてきたことはない。お金で騙されたことは一回もない。素晴らしいですね。一回もない。ああ、一回もない。自分の欲がそういう人たちから見たら美味しい獲物になっていき、そうなんだ。結局自分がこう欲深いので乗っかっちゃって騙されちゃう。だから騙される人というのは家庭の主婦であったり、はい、サラリーマンであったり、そういった人が非常に多いでしょ。はい。で毎月何がしかの給料で働いてる人がいきなり1000万円欲しい2000万円なんか当たるらしいと、はい、こんなことをするから騙されてしまうんです。そうですね、うん、で商売やってる人たちが1000万円儲かるけどってそんなもん1000万円いらんわと、はい、俺が稼ぐわっていうぐらいの人がいっぱいいますから、はい、そういう話には騙されないんです。そうですね。自分で稼げと。そうです。なんかお金を投げて、まあ、今いっぱいあるじゃないですか、うん、その株とか、うん、その FX とか、うん、いろいろまた投資案件とかありますけど、まあ、自分がしっかり自分の軸がないのにそういうことをやるのは非常に危険だなっていうふうに思うんですよ。ですね、だからあの投資株でもねそれでもう儲かったらラッキーと、はい、もう損したらそれでいいんだっていう気持ちだったら騙されるっていう感覚にはなりませんからね。そうですね、うん、リターンを期待してるから騙されたと思うだけであって、はいはい、だから騙される人は欲が自分の欲があるだけであって自分で稼げば騙されることは知らない。それだけのお金があるんだったらもう自分に投資した方がいいですよね。その方がいい。そうですよね。やっぱそういう話がこう世の中いっぱいあるじゃないですか、うんうん、で見ておられる方でも痛い思いした方もいらっしゃると思うんですよね、うんうん、そうですね、はい、なので自分で自分に投資して自分がちゃんと稼げる人にはなれるってことですよね。こんな人の力でね、はい、みんな儲かる仕事があったらみんな儲かってますもん。まあ注意すべき人物というよりも自分に注意しろっていうようなことですね。だからよくね私のところに電話来るんですよ、はい、あのこういうのに投資しませんか儲かりますよとかね、はい、お前の給料投資せっていつも言うんです。ですお前が先に投資してからせどれに言うなっていつも言うんですけど結局ねそういうその甘い言葉っていうか、はい、
人間ってね、本性に帰った時にね、例えば、マッサンがね、どっかの地元のこう小山に宝を発見しました、はい、小判を発見しましたとしましょう、はい、夜な夜な掘りに行くでしょ、見つけたらですね、掘りますね、ぼちぼち誰も、今日は誰もいないよなと、はい、そうやってこそっと行って掘って詰めて帰ってきて、はい、でまた明日行くわ、うん、それをおい、なんとか君、俺らな、小判の山を見つけたよ、一緒に行くかって言わないでしょ、言わないですよね、だ本当に小判の山を見つけたら人には言わないんです、それ真理ですね、それが真理なんです、はい、あの皆さん本当に小判を見つけたら誰にも言わないと、もう嫁にも家族にも言わないかもしれない私はいや本当に黙って取りに、うん、そっから漏れたら困りますもん、そうですね、うん、子供に言ったらね、うちのお父さんはね、小判の山を見つけたよって言われたら困りますから、もう次の日ってなくなってると思うんですよ、そうだからもうチャックですよ、うん、本当に宝を見つけたらそういうもんだと私は思いますね、はい、すっごく今もし迷ってる方がいたらすっごいいい回だったと思います、うん、はい、うん、あのね、注意すべき人物の見分け方っていうのでお聞きしたんですけど自分の欲がどうかを判断しなさいというお話でした、社長ありがとうございました、はい、はい、どうもありがとうございました、皆さん本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。